2008年の夏における局地的な好天の続発は、2008年の7月から9月初めにかけて、日本各地で相次いだ、集中豪雨、突風、雷などによる災害のことである。なお、8月26日から8月31日に、東海、関東を中心に発生した豪雨は、気象庁が9月1日に、平成20年8月末豪雨と命名した。 四国上空で航空機から撮影された赤乱雲。2008年8月14日撮影。2008年の梅雨は、東北、北陸で前線の影響が残った一方、他の地域では平年よりも早く明けたところが多かったように、梅雨前線の活動が弱く北上が早かった。それに伴い、夏の晴天をもたらす太平洋高気圧も早くから、 日本列島を覆い始め、西日本を中心に、高温や昇雨となった。梅雨前線の不活性と高気圧の張り出しの原因には、日本付近の上空を流れる、偏西風の影響があった。偏西風は7月後半にはすでに平年より、弱まっており、上空での寒気の南下、地表付近での出断気流の北上や高気圧の、張り出しが促進されてしまう状況にあった。 高気圧による晴天で地表に近いほど温度上昇が大きく、上空と地表付近の気温差が大きくなっていたため、気圧配置次第で、湿段気流が北上したり、シアーラインができたり、寒気が南下したりして、大気が不安定な状態が頻繁に発生した。不安定な大気の下で、多くの積乱雲が日本列島の上空にできることとなり、局地的に強い雷雨を降らせ、 突風なども発生させた。変西風が弱まった原因としては、北西太平洋の北緯20度付近の海域や、インド洋西部の赤道付近の海域の、大流活動が活発だったことが指摘されている。また、大流が活発となった、直接の原因として、太平洋赤道域西部やインド洋赤道域の、海水温の変化が関与していると考えられている。いかに、 局地的雷雨の経過を示す。太字は、平成20年8月末豪雨の説明。8月は、上旬は、西日本、東日本で高温、南西諸島、西日本、東日本中旬はで高温、下旬は、南西諸島を除き低温となり、気温の変化が激しい月となった。降水量は、局地的豪雨の頻発によりおおむね平年並みで、南西諸島や四国、 北海道の道央地方は、正雨となった。7月12日15時15分30分ごろ、東京都渋谷区、目黒区、港区、江東区の広範囲で、F0 のダウンバーストと見られる突風が発生し、樹木が倒壊するなどした。7月22日17時5分から50分ごろには、気圧の谷の通過に伴って、 沖縄県与那原町とその近海で複数の竜巻が発生した。海上竜巻3つ、竜巻1つ、竜巻か地上に達しない、ロート雲とされるもの2つが確認された。25日夕方、群馬県東部の広い範囲で、大雨、氷落雷とともに突風による被害が発生した。大田市、緑市、桐生市、大羅城などで住宅の損壊。 窓ガラスの破損、ビニールハウスの損傷などが合わせて約200件報告された。緑市と桐流市では15時から15時30分頃に3つの突風が集中的に連続して発生したことが分かった。突風の強さを示す藤田スケールでは F1 に当たるダウンバーストが2つ、原因は特定できなかった F0 相当の突風が1つ発生したと見られている。 また、大田市や鹿賀市、大浦町でも、別の F1 のダウンバースト1つと F0 の原因不特定の突風1つの計2つが発生したことが分かった。27日から29日にかけて、中国地方、近畿地方、北陸地方、関東地方北部、東北地方の各地での強い雨、突風、落雷が発生し、被害も出た。いずれも、急激に発達した、 赤乱雲がもたらした気象であり、短時間、強範囲を特徴とする光点となった。27日、関東地方北部で、局地的な集中豪雨が降り、群馬県三な町にある、湯木川支流の東黒沢で鉄砲水が発生した。渓流を滑り下ったりして楽しむキャニオニングをしていた二人が、流され、一人が救助されたものの、もう一人は亡くなった。 道県高崎市上里見では16時59分までの1時間雨量が75.0ミ、mm、リメートルを記録するなど、上流では短時間に強い雨が降っていたと考えられている。また、北陸から東北にかけての各地で突風が発生した。福井県鶴ヶ市では12時50分頃、ガストフロントと呼ばれる突風が発生した。海岸付近ではイベントが行われており、 会場を通過したガストフロントによりテントが舞い上がりテントを押さえていた人など9人が重軽傷を負い1人が死亡した現場に近い鶴ヶの気象観測所では最大瞬間風速秒速29.7メートルを観測するなどしており藤田スケールでは F0 に当たるものと推定されている石川県小松市では14時頃 F1 の ダウンバーストとみられる突風が発生し、小松飛行場で最大瞬間風速秒速35メートルを観測した。福島県郡山市と三春町では16時30分頃 FA のダウンバーストとみられる突風が発生し、被害が発生した。また、岐阜県高山市、飛騨市、長野県佐久市、小室市、岡谷市、 群馬県富岡市でも突風が確認された。28日にも、静岡県浜松市で FA のダウンバースト、岩田市で原因不特定の突風、愛知県蒲郡市でガストフロント、兵庫県神戸市でガストフロントかダウンバーストとみられる突風がそれぞれ発生した。また、その神戸市では、集中豪雨により、 津賀川が急激に増水し午後2時半過ぎに、鉄砲水が発生、子供3人を含む5人が流されて死亡した。河川時期には、多数の人が降り、取り残された11人が救助された。また、姫路市では、落雷により1人が死亡した。この他にも、京都府京丹後市峰山で13時30分までの1時間雨量が81.0ミ、mm、リメートル。 道府長岡京市で14時までの1時間雨量が76.5ミ、mm、リメートルを記録するなど、中国地方から東北地方にかけての広い範囲で集中豪雨が降った。洋山で6時50分までの1時間雨量が60.0ミ、mm、リメートル、湯湯地区の幅町芝原橋で138ミ、mm、リメートルを記録するなど、早朝に集中豪雨が降った石川県金沢市では、浅野川、 高橋川、大野川、碇川などが氾濫にし、冠水や浸水などの被害が出て、一時5万人に避難指示が出された。浸水は2500棟以上、道路や河川の被害額は5億円以上に達した。29日も各地で局地的に雷雨が発生した。この日国立競技場で行われた日本対アルゼンチンのサッカーオリンピック代表の親善試合は、 雷雨のため途中で打ち切りとなった。7月30日8時から9時半頃には、鳥取県鳥取市沖で、相次いで、竜巻が観測された。内訳は、海上竜巻が4つ、海上竜巻か地上に達しない、ロート雲と見られる突風が3つであった。4日から9日にかけて、九州から北陸、関東にかけての範囲で、大雨や雷などの被害が、 相次いだ。短時間、強範囲の好転であり、降水量の分布はまばらで、地域差が極端に大きかった。4日から5日にかけて、東海地方、関東地方、山梨県、北陸地方などで急発達した、積乱雲による、局地的な雷雨が発生した。山梨県大月市では4日19時20分までの1時間雨量が、 観測史上最多の79.0ミ、mm、リメートルを記録するなどした。山梨県では落雷の影響で午後6時29分ごろ、県全域の約56万5000世帯が停電し、最大で1時間半続いたところもあった。このほか各地で鉄道のダイヤが乱れた。この日埼玉スタジアムで行われる予定だった高校総体のサッカー決勝は雷雨の影響で、 初めて悪天候による中止となり、竜教大柏と私立船橋の両校優勝となった。またつ日昼過ぎには、東京都豊島区で下水道工事をしていた作業員6人が下水の急激な増水によって流された。一人は自力で脱出したが、他の5人は遺体で見つかった。6日にも各地で局地的な雷雨が発生した。10時頃には、 栃木県那須から須山市で増水した川に流された男性一人が死亡したほか、夕方には大阪府平方市と寝屋川市で雨による浸水被害が1500棟近くに達した。平方市では17時50分までの1時間雨量が観測史上最多の71.5ミ、mm、リメートルに達した。 福岡県福岡市博多区で8日15時50分までの1時間雨量が62.5ミ、mm、リメートルに達するなど8から9日は九州地方で局地的な雷雨となった近畿中部などでも強い雨を観測した10日以降も所々で午後を中心に積乱雲による激しい雷雨が発生した14日以降は熱帯低気圧や台風 前線の影響で大気の不安定さが増した。14日には、熊本県菊池市安岳で1時間雨量89.5ミ、mm、リメートル、茨城県日立市で83.0ミ、mm、リメートル、15日には、新潟県村上市朝日北西部付近で、約90ミリメートル、16日には、石川県七尾市田浦付近で120ミリメートル以上、14時30分。 佐賀県鳥栖市付近で120ミリメートル以上をそれぞれ観測するなど記録的な雨が降ったところが続出した。16日には栃木県田沼市で東北自動車道の高架下の道路が水没し自動車に取り残された女性一人が死亡した。この事故については情報の錯綜や混乱のため消防や警察が 現場に出動しなかったというミスがあったことが判明し、問題となった。19日にも新潟県佐渡市相川付近で1時間雨量、約110ミリメートル、20日には、鹿児島県南大隅町付近で120ミリメートル以上を観測するなど、激しい局地的豪雨が所々で発生した。この頃から北海道、東北や関東の日本海側を中心に、 お、オホーツク海高気圧から吹く山瀬の影響で気温が低くなってきた。22日には北海道は加内市沼川で最低気温が摂氏1.5度となるなど各地で8月の最低気温記録を更新した。23日の東京は最高気温が摂氏22.8度とこれも寒かった。雨の影響もあって低温は全国的に続いた。その間にも 各地で前線や低気圧に伴った局地的雷雨が発生した。23日から25日には静岡県伊豆市天際山で降り始めから約2日間での総雨量が333.5ミ、mm、リメートルに達するなど東海や関東で大雨となり東海道新幹線が一時運転をストップするなどの影響が出た。28日夜から29日午前にかけて 中国地方、東海地方、関東地方などで急激に発達した積乱雲による局地的な雷雨が続発した。愛知県西部では岡崎市で1時からの1時間雨量が観測史上最多の146.5ミ、mm、リメートルとなるなど記録的な豪雨となり一部の河川が氾濫した。一人が死亡、一人が渋滞、二人が行方不明で、 名古屋市や岡崎市で約50万世帯に一時避難勧告が出た。広島県福山市でも9時30分までの1時間雨量が91.5ミ、mm、リメートルを記録するなど、この他の都道県でも広い地域で浸水被害や土砂崩れが発生した。浸水は5800棟以上、土砂崩れは100箇所以上に上った。 30日も千葉県阿鼻子市で19時10分までの1時間雨量が104.5ミ、mm、リメートルを観測するなど、九州東北で局地的に大雨が続いた。28日から30日は北日本は高温になり、雨の影響で西日本、東日本が低温となった。二千八年の夏に局地的な豪雨、雷、突風などが続発した理由として、日本周辺で 気象状態が平年と異なる場所があったことで、大気の流れなどが変わったことが考えられている。一連の現象の大きな原因は二つある。一つ目は、偏西風の蛇行である。2008年は、夏の間ずっと、偏西風の大きな蛇行が確認されている。偏西風の蛇行によって、常に、朝鮮半島付近に、気圧の谷ができる状態となり、 そのおかげで気圧の谷に向かって南下した寒気が続々と日本海を東に進んで大気を不安定にした。同じく偏西風の蛇行によってオホーツク海付近で気圧の尾根が強くなり日本の東海上に高気圧ができて勢力を強めた。この高気圧は冷たい空気を持っているためこれも大気を不安定にした。また同じく偏西風の蛇行によって 上空に寒気を伴った低気圧が日本の南海上に停滞し、これも大気を不安定にした。二つ目は、湿乱気流の流れ込みやすい状況である。偏西風打光の影響で日本の南海上に停滞した低気圧と日本の東海上にできた高気圧の二つがお互いに南東方向の風を吹かせたため、 本州付近に向かって、出断気流が流れ込みやすい状況ができた。また、梅雨前線の影響で、西からも、出断気流が流れ込んだ。春の東シベリアの気温が高いと、夏に、東アジアで偏成風が蛇行しやすいという研究があるが、この夏はまさにその通りの状況となっていた。また、艦隊ジェット気流に沿って電波した、大気波が8月下旬に、 偏西風ののを強めたのではないかとされる日本の南海上の低気圧に関しては、フィリピン付近の高気圧が平面より強かったことで、相対的に日本の南海上が低気圧となったと見られている。また、この原因として、インドネシア付近の大流活動が活発であったこと、さらにその原因として、西太平洋の赤道付近の海水温が高かったことと、 中部太平洋の赤道付近の海水温が低かったこと、また、インド洋西部や中部の海水温が高かったことが影響しているとされる。局地的な豪雨、雷雨、突風の頻発や被害の続出により、局地的な豪雨などへの関心が高まり、防災の必要性も高まった。狭い範囲で短時間に強い雨が降る例が、 増えているという統計は以前から出ていたものの、この年の夏はそういった雨が頻発し、被害も多数出た。メディアでは局地的雷雨の原因や対策が多く取り上げられ、行政も対策を取った。気象庁は雷注意報に雨に関する注意喚起を追加し、気象予報士に局地的雷雨の危険性を国民に呼びかけるよう喚起するなどの対策を取った。 また、雷の発生確率を細かく予想して発表する技術を開発し、2010年までに開始すると発表した。防災科学技術研究所は、雨粒の形や大きさなどの詳細なデータを把握できる、マルチパラメーターレーダーを用いた雷雨の直前予測を研究していることが報じられた。行政の対策に対して非難の声がある一方、 仕方がない部分もあるという意見がある。豪雨による冠水被害が出た愛知県岡崎市では、全市民に対する避難勧告が十分に行き渡らず、避難したのはたった51人という事態となったが、豪雨災害の経験の有無が、対策に影響すると言われている。防災の体制や、制度などは、自治体の裁量が大きいため、各自治体に工夫が求められているとの指摘がある。 また、豪雨の増加に対して、どのように対策を変えていくべきかという課題もある。防災情報に関しては、携帯電話やインターネットでの配信が急速に増加する一方で、そういった情報媒体を持たない、過疎地域の住民や高齢者などは、情報の入手が難しくなる問題がある。この問題は、地域の住民が一体となって、 近隣の人たちの安全確保や情報伝達を行う必要があるとの考えがある。また、各都市の平均で1時間雨量50ミリメートルに耐えられる想定で作られた雨水の排水インフラをより強化することが必要とされているが、地面の透水性を高めたりといった都市計画の見直しを含めた対策を求める声もある。ありがとうございます。